はい、皆さんこんばんは。バンコク在住ワンルームマンション大家のチャンネルです。万歳大家のチャンネルと言ってます。月曜日から金曜日まで毎日毎日配信しているこの投稿、今日は7月28日、場所はここバンコク。久しぶりに夜のラチャダンセーク通りを走っています。今夜10時ぐらいです。久しぶりのね、夜のモトブログになりました。実はね、今日の朝まで福岡にいたんです。それで福岡からベトジェット便に乗って、3時頃ね、このバンコクラチャダの自宅に戻ってくることができました。そして、今日7月28日今日はね、本庄国王、まあ現国王というのかな、ワジラロンコン国王の、生誕日、誕生日ですね、バースデー、ということで、万歳大家のバースデーとすごく日が近いということでね、これは覚えられるかなと思ったりするわけです。夜のね、バンコク、ここはラマ旧世駅のあたりです。まあいつもね撮ってるところなんですが、でもね、夜のあのこのモトブログってまだ3本か4本ぐらいしかまだね、公開してないと。意外とね、最初真っ暗で全然何も見えなくておしゃべりだけだと思ったんだけど、このねカメラがね、すごく明るめにね、撮ってくれて、で結構イルミネーションがね、そこそこちょっと綺麗かななんて、夜モトブログのも捨てたもんじゃないな。はい、ちょうど青になりました。まっすぐ行きます。そんな感じで夜のねモトブログを久しぶりにやってます。バンコクに来てすぐその夜やってます。でまあね、3泊4日でね、福岡、本当は沖縄那覇のお部屋に行きたかったんですが、何度かも話してますが、今ね飛行機代がすごい高いんですよ。だから高い飛行機に乗って那覇に帰るか、まあ那覇に帰れば宿泊費ただですからね、ほとんどね電気代以外はね、水道代と。で熟慮の結果、那覇じゃないには行かないで福岡でね3泊しました。最初の1泊目2泊目は久しぶりのカプセルホテル、それで中洲に泊まったんですが、福岡のね、それで最後のホテルは、まあ、一番最初福岡からバンコク行った時に使ったホテル、12月17日忘れもしない、福岡空港とんでもない国内ターミナル線大行列、保安検査のね、それ動画にしたらちょっとだけ見てバズりました。バズるってことでもないかな、見ていただく方がいたということで。それでね、3泊4日福岡の街に行ったんですが、いや、コロナ禍なんて言いますが、今コロナって言っても大丈夫なんかな、この YouTube って制限が多いですからね。いや、もう本当にね、以前に戻った、もうつくづく戻ったって感じします。2年半か約3年ぐらいかかったみたいですけど、一番最初のなんか変な病気が流行り始めてるぞなんて言ってね、台湾のお医者さんが亡くなったりね、まあ、武漢ウイルスって最初言ってましたよね。だからその武漢の国の人たちが、それはアメリカが持ってきた金だとかね、まあ、ああいうのはこういうんですからね、非を認めようとしないんだよね、申し訳ないとかね、そういうこと絶対言いませんよね。それでなんだっけ、その手の話はね、まだポンポンなんか出てきそうな、これはもうちょっとヘイトじゃないと思うけど、もうああ言えばこう言うっていうのは、そういうの聞いてるとね、まあ素直にね、なんかムカついてきますよね。で本当にコロナが終わったなと、で今から考えると、そう、まあ正味2年半ぐらい、
この万歳用への人生、あの限りある短い人生、ね、この2年半って一体何だったんだろうって、なんか夢でも見てたような、あの全く予測できない、ありえない、こんなことが起こるんだね。まあ、あのそれともう一つ万歳王やが、あのすごく残念だなと思うのは、ある国がある国で、あの戦争し始めちゃってる、それが今も続いてるんですね。まあ前からね、それ絡みで、まあ、まあ内戦とかね、いろんなあの問題があるとはいえ、この21世紀になってね、まだそういうことをやってる国がいるのかと、ね、もちろんそういった国はさっき話したあの国と同じで、まあ、自分の非を認めようとしないの、ね、お前らが悪いから俺たちはあの攻めていったんだ、そういうね理屈が通じるんだったらね、どこでもね攻めてっていい、戦争してっていいっていうようなことになりますよ、ね、それでね、それをまたね最近ねちょっと膠着状態が続くもんだから、それを擁護し始める向きっていうのがなんか少しずつ多くなってるっていうふうになんか聞いてます。そんなあの議論の余地はないと万歳ようや思うんですよね。あのやっぱりね、まあエスラムと理想論かもしれないですけど、やっぱりね、あの話し合いで解決するのが筋ですよね。ところがね、話し合いで解決するのは筋だと言いながら、結局そうやってねやっちゃってる人がいるって、あんまあの、まあ、それ話すと切りないので、やっぱり それはでもね、あのたまに怒ってたっていうか、ね、そういう言い方言うのもあれかもしれない、たまにそういったような現実がねあったというね、あのずっとね。だけどこのコロナ、この疫病か、これはねずっと前にね小説なんかでね読んだあのことあるような、スペイン風邪っていうのね、これもあの国があの発祥だっていう、ね、それ本当かどうか知りません、そういうふうに言われてますよね。そういったものがねまたあの来たというね、あのしかも万歳後やもうそれ体験せざるを得なくなったというね、まあ実際体験、それでもそれも体験し終わったんじゃないかなと思います。最近でもまたねあの第9波だっつって、ネットで見てるね飯山あかりさんなんかもねあのコロナにかかっちゃったりしてね、そこで名前出しちゃっていいのかな、で味覚が全然ないとか、あ聴覚がないだったかな、味覚がないとか、万歳王やはそういうこと、一回ねあの感染はしてるんですけど、まあ、風邪ひいたってな感じでね、それで終わりました、まあ、ワクチンのせいなの、あのおかげだと思いたい、ね、ワクチン3回受けてるんで、まあでもそういったこともひっくるめて、もう今から考えたらなんでそんなことでストップかけられなきゃ られなきゃなんねんだ。で万歳ようやっていうのはその YouTube 始めてしばらくしてからコロナになったんですが、もうあの確定申告のパソコンで作業するためにね、どうしてもねあの11月に飛行機乗ったら日本行きのねあのスクート、ノックスクートですけど今はなき、それがノックスクートの最終便で、その後倒産してしまうんですよね、そのノックスクートがね。それで11月に帰ったら、その後ねもうタイに行けなくなっちゃったの、それで1年弱だったかな、結構長いことね金沢にいて、それでもう確定申告しなきゃなんないから、確定申告もなんか猶予期間があったりとかねしたんですけど、それであのそのパソコンで仕事するために、なんとですよ、なんと14泊15日の隔離ホテルに泊まって、15万だか13万だか忘れたけど、めっちゃ高いのね。あのそんであのバンコクに戻ってきたっていうね、そういうことがあったんですよ。本当にね、あれバイク止めるとこないな、あれちょっと U ターンします。
というね、コロナって何だったんだろうというね、お話です。それでこれからちょっと目的地の方に行きたいと思います。バイクここを止めてね、お話はまだ続くかもしれません。まあそのままにゃんごちゃんコーナーに突入かもしれません。それは成り行き任せでございます。7月28日タイ国王誕生日の日の夜の元ブログでございました。今日も獲物を探すにゃんごちゃんでした。にゃんごちゃんこう涼しくなってきたね、にゃんごちゃん。はい、ごきげんよう、にゃんごちゃん。獲物を探さないでね。